皆さん、なぜ首都圏の合格者を文科省は絞り込みたいのでしょうか。 95% から 100% の間だった大学には補助金を上乗せしますよ。状況悪化してるってことなんで、地方の学生たちが都会の企業を志望する流れというものが加速していく。受験生たちだけが割り送っただけの状況。どうぞ、始まりました、もちチャンネルです。今回はですね、はい、平田誠也。どうも皆さんこんにちは、早稲田合格塾代表の平田です。はい、ということで準レギュラーの、ね、はい、平田さんがやってまいりました。もう自称じゃないんですか？そうね、まあ、スポンサーにまでなって自称準レギュラーだったら寂しすぎるよね。ちゃんとね、はい、だってスポンサーになった以降の動画、はい、全部にちゃんと早稲田合格塾のリンクついてますから、ね、そうなんですか、はい、すごい、ありがとうございます。ハートマーク付きで、うん、もう KO パーカーまで着ていただいて、そう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 、本当にかぶれ、僕がプレゼントしたんですよ。知らないな、ミスターパーカー、やっぱり。何それ、誰絶対知らないね、もうこれ。前にもコメントで、前にもコメントであったんだけど、僕がボケたら、例えばさ、どんな色が好きのやつとかもそうだけど、なんか僕のボケは伝わらないし、森田先生のボケも僕に伝わってないし、なんだこれみたいな。ミスターパーカージュニア、知らないね、これね。子供の間で大人気。あ、そうなんですか、はい、じゃあもう今これカメラの前の向こうではもう大爆笑なの、キッズが大爆笑、モリチルたちが、モリチルたち見てないだろうけどね、そもそもそんなキッズは見ないと思うけど、はい、ヒラチル、はい、ヒラチルじゃん、モリチルね、はい、モリチルの僕が今日ちょっと持ってきた企画なんですけれども、はい、まあ皆さん今日に至るまで何年も何人もの受験生が苦しめられてきたと思います。そうです、首都圏の、まあ、次第のね、合格者の絞り込みっていうものがね、ここ数年行われてきましたよね。はいはい。で、実はそろそろあれの結果っていうものがね、どうだったのっていうところが出てくる頃なんですよね。はいはい、うん。まずここでちょっとおさらいしておきたいのが、皆さん、なぜ文科省は、なぜ首都圏の合格者を文科省は絞り込みたいのでしょうか。なんで、うん、早稲田大学文化構想学部に関してはですね、年間の合格者が1300人だったのが、700人台にまで減っちゃってるんですよ。半分800人切ってるんですよ。そんなところまで行っちゃってる、うん、ね、ってる。要はまあ行っちゃってるそれは分かった、それは分かった、はい、早稲田に限らずだけど、まあ、明治とかその辺も全部含めて首都圏のね、次第の絞り込み合格者をね、絞り込みなさいっていうのが文科省からね、お触れ書きがね、回ったわけですよ。であれなんでやってるかっていうと、要は東京の人口の一極集中っていうのを緩和したいよねと、うん、そしてテーマとなってるのが地方創生っていうのね、作り生かしていくってことなんですけども、うん、地方を創生するためには当然だけど、まあ、地方に若い人がいないとダメじゃないですか、はい、おじいちゃんおばあちゃんばっかりになったって、うん、ということで地元の大学に行ってもらって、でそしたら地元で就職してくれるんじゃないかなって、そうやって各地域の若い人っていうものを構造的に増やして地方創生を図っていこうよっていうところで、まあ、首都圏の合格者の絞り込みっていうのを行っていったんですよね。なるほど、うん、それを政府が言ったわけです、ね、そういうことです、そういうことです、まあ、誰かがまあ提案して、そう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 、創生っつったわけです、はい、そういうことなんですよはい、この流れが、まあ、急激に加速していったのが18年とか19年とかそこいらからなんですけど、うん、もう2019年にもなると実は文科省からなんと定員充足率が 95% から100% の間だった大学には補助金を上乗せしますよっていうお話まで出てきて、ね、ああはいはい、もうこんなものね、悪代官ですよ、うん、なるほど、うん、普通は 100% を超えてたわけですね、そうそうそう、東京の大学って超えてたっつってもせいぜい 103% から 105% ぐらいの程度だったんですよ、うん、それを充足率を95から100の間にしなさいと、うん、要は定員をオーバーしちゃダメですって言ったんですよ、そうですね、うん、もしそこ守ってくれたら補助金を上乗せしてあげるよっていうことでやってる、まあ大学側としてはね、定員超えた方がね、学費も、まあそうなんですよね、わけですね、うん、でどうやら日本の大学運営っていうのは国からの補助金っていうものがないと運営が成り立っていかないみたいなんですよね、うん、なんで大学からするとまあもう本当にね、真の像をつかまれてるようなね、うん、まあそんな状況だっていうことですよね、なるほど、だからまあ定員をロロロ、そう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 、シャンブルズとかってね、ガシャってやられるやつね、分かる、はい、あのさ、俺が分かることをいちいち確認しないといけないのかなそういうことじゃないんだよね、うまい返しを求めてるんだよね、はい、
で、まあ、この件に関して実は田中愛二先生早稲田の総長がプレジデントのインタビューでこう取材に答えてるのがあるんですけど、そこ読んでみますね、はい、ハーバードなど世界大学ランキング上位の大学は運営費のうち授業料収入は 20% でほとんどは寄付や運用益で賄っていると。だから学生数が少なくても経営が成り立つんだって話してるんですよ ね、まあ、確かにね、なんか海外ってすごく寄付ってすごく充実してるじゃないですか、はいね、日本ってあんまり寄付っていう文化がないですよね、うんうん、まあ税金のね あのあれもあると思うんですけど、まあ、無理やり寄付させてる感もあるけどね、うん、いろいろ ね日本もかなり、さらに日本の私大は7割から9割が授業料収入であると、うん、総計のような強い大学でも6割が授業料収入だっていう話になってるんですよね、うん、で日本の私大の交付金はOECD 諸国の中でもかなり低い方だっていうふうに愛知先生はおっしゃってるんですね。ただまあこれ聞くとなんか僕からすると7割から9割が授業料収入になったら補助金じゃなくてなんかね生徒数が増えてた方がなんかいいような気はしちゃいますよね、これ聞くとね。まあ補助金が何に使われてるかはわからないけどね、信じるか信じないかはあなた次第です次第だけに次第だけに、はい、面白いじゃあそのね、人を減らしていった政府の政策っていうのは今どんな感じで動いてるんだっていうね、結果がちょっとずつ見えてくるんですけれども、リクルートのね調べでこう出てきたものがありまして、何かというとどこで調べるかっていうのもちょっと難しいんですけど、地域別の新卒の採用充足率っていうものをリクルートが出してるんですよ、地域別で。でこれで地方の要は新卒の採用充足率が高まってたら、うん、それはあなるほどと、まあ、地方創生ってことで地方にこう若手が分散してるねって話になってくるじゃないですか。そこでねちょっと見ていこうというふうにこう調べてみたところ、うん、こちらをご覧ください。ドン。これは19年春に新卒入社する人たちの全国の地域別の採用充足率なんですね。でこれを見てみるとやっぱりさすがに首都圏、それからまあ名古屋周辺、大阪、京都、ね、兵庫県か神戸ですねとかのこの辺はもう 90% 前後もの採用充足率、めっちゃみんなここで働いてるなと、うん、で一方で北海道とか、まあ、北の方ですよね、もう 50% 程度であると。四国に関してはもう 50% 割っちゃってるみたいなね、うん、で、まあ、全体平均が約 80% だと。でこの数字ってどうなんですかって思うじゃないですか。どうなのかっていうと2018年新卒のデータと比較すると全体平均で約 4% 下がったっていう発表なんですよね、うん、つまりこれがもし上がってたら全体にばらけてるんだなってことになるけど、下がってるってことは状況悪化してるってことなんで、なるほど今後の流れももうちょっと見ていかないといけないけど、ちょっとその結果が出始める、まあ、19年新卒に関してはちょっと今のところまだ効果が見れないねという感じなんですよね。それはなぜかとかあるんですか？やっぱね、もうこれは前々から言われてたことだけど、まあ、みんな都会で就職したいじゃないですか、若い人って。給料も高いしさ、ね、キラキラしてるしさ、だんだ、うん、まあ、僕も鹿児島出身だから分かるんですけど、地方ってね、なんかすっごく時間がゆっくり流れて、まあのどかでいいっちゃいいんだけど、やっぱちょっと若い人で人生のグレードみたいなのを上を向いていきたいみたいなタイプの人にはすごく物足りないんですよね、うん、仕事も少なければ給料も低かったりとかして、ちょっとまあやっぱ都会に出たがる気持ちはすごくわかるかなと、うん。で今後どうなっています？で今後に関してなんですけど、僕知り合いに何人か就職のに関する、まあ、転職活動のエージェントがいるんですけど、はい、でちょっとこう聞いてみたところ、今、まあ、この新型コロナの、まあ、影響もあって企業の採用のスタイルというのがちょっと変わってきてるんだと、はい、どう変わってきてるかっていうと、就職の面接をリモートでやるっていう、ほうほうほう、うん、それで感染の可能性っていうのを下げてやっていこうじゃないかっていう流れが今あるようで、うん、そうなってくると当然地方の学生が首都圏とかね、あるいは都会で就職活動をしづらかった一つの大きな壁に遠征費用っていうものがあるわけですよ、ね、こう例えば就職活動で行くのに交通費だったりとか宿泊費だったりとか、うん、そういうものがかかったりするわけで、これがまあ結構な額になるわけなんですよね、うん、何回も何社も受けたりしてると、うん、だからちょっとこうやりづらかった部分があるんだけど、その壁が急激に低くなりますよね、リモートで面接 OK ってなると、うんうん、どうやら地方の学生たちが都会の企業を志望する流れというものが加速していっているっていうのが見立てらしいですね、うん、受けやすくなったから、受けやすくなってるから、うん、だからこれはね別にほら政策の失敗ってことじゃないかもしれないけど、ちょっとこれどうなっていくかねっていう状況ですね、ここ数年はね。じゃあ絞り込みの意味があんまなかったと、うん、それ受験生たちだけが
割り送っただけの状況に今のところはなっちゃってるねと。なるほど、そういうことだったんですね。残念というか悲しいですね、うん、それはね。悲しい。でもまあね、僕ね、良くないとは思うよ、うん、だって例えばね、大学時代だけでも都会に出てきて、こう日本の最先端って言われてもないかもしれないけど、うん、なんかこう日本のその都会ってどんなもんなんだろうっていうものを見た上で地方がいいっていうので帰ってくるんだったら分かるんですよ、うん、だけど若い子たちに都会を見せないで蓋をして、その地域であなたは生きていきなさいみたいなことするのは、うん、なんかやっぱり若者の可能性を奪ってるような気がするんで、ね、僕は良くないなとは思いますよね。わ、うん、たまにはいいことを言った、うんね、言ってるけど聞いてないだけでしょそんな感じですね。なるほど、結局絞り込みはあまり効果がなかったんじゃないの、はい、というお話でした。はい、ご視聴ありがとうございました。 Thank you for watching. Thank you for watching.